こんにちは、アッシュです。今回は転生ヨメドラ使ってこうかなと思います。で、見た目めっちゃすごいね、このキャラ。進化前がこんな感じで、進化するとこんな感じ。なんか全く面影がなくなったわけじゃないけど、だいぶ変わったね。なんかあんまパズドラにない絵な気がする、このヨメドラの絵。さっきね、 YouTube でパズドラあるあるみたいな動画出されてる方いて、ちょっと見てみたんだよね。そしたら割と共感が多かったね。確かにみたいな。例えば合成するときに、そのレベル最大になるときだけ大成功を送るみたいな、あるよね。なんか絶メタとか5体投入して、そのレベルマックスになったときに大成功来て、その大成功分の経験、あれ、これ耐えないの？わ、 HP 倍率も経験もないんだ。え、どうしよう。いやいや、こいつ確か2分の1だね。出ないことにかけよう。そうだね、出ないことにかけます。そう、その大成功分の経験値がもったいないみたいな。それはすげえあんな。最近でもね、あれか、レンマの闘技場とかで昔に比べたらあんまなくなったのかもしれないけど、まあそれでもあるよね。あとあれだね、297に反応しちゃう。いや、これはマジである。例えばもう他のゲームとかでもあるよね。例えばマリオとかやってて、なんかスターコイン297だって、あ、297じゃんみたいな。あと普通になんかリアルでもあるよね。例えばなんかの値段、大根297とかだと、わ、お母さん大根297円だみたいな、そういうリアルでもあるなっていうのをすげえ思った。297に反応、これはマジであると思う。あとなんだろうな、あれだ、最近はないかもしれないけど、ラクシュミからの茨城同士の流れに、あれマジで嫌だったね。最近なんかでも裏闘技場行くこと自体少ないから、そんなあれなのかもしれないけど、ラクシュミ茨城同士の流れはマジであるなと思った。あとあれだ、1コンボが爆発するみたいなね。なんかゼウスバース界とかよくパズドラあんじゃん。そこでそのこんな今1コンボ、これがすごい繋がる。そう、これが、うわ、そう、まさにこんな感じ。いや、まあ今マッチとかになっちゃうんだけど、1コンボが何コンボにもなるみたいな、そういうのマジであるよ。じゃ、お前もデスエイドも何回ってんだよ。え、どうすっかな、これ。え、どうしよう、帰るパーティー。一応私ちょっと思ったのが、転生中インドラにしようかな、どっか。でも私闇染めで染めたかったんだよね。正直インドラの方がね、ちょ、インドラ見ようか。正直インドラの方が毒耐性もあって激減持ってていいのかもしれないけど、私闇パで染めたい。いや、これでいこう。もう出ねえだろ、さすがに。いや、私、あ、みんなこれやった？見てこれ。ゼロなんだけど。ミッキーマウス、ミニーマウス。みんなこんな感じ？ちなみに、カンストはしてるね。で、見て一番左。ガチャ94体もいるからね。で、ミッキーマウス20体、ミニーマウス25体、ドナルド23体、グーフィー21体、プルート35体、デイジーダック25体。え、こんなもんなの？もう別にまあ、いいっちゃいいんだけど、マジかと思ったよね。いや、だからそう、結構私、あるあるとか、確かにっていうの割と多かったね。さすがにもう出るな、ゴエモン。マジでもう出るな。いや、でも弱くない？このパーティー。なんか軽減入れてない私が悪いって言われたら、まあそうなのかもしんないけど、なんか今の時代リーダースキルだけで耐えれるじゃん。耐えれるし、まあ、軽減入れろっていうのは私は悪いかもしれないけど、でも今の時代縛りとかもあんまないじゃん。こんなきつい縛りあんだよ、転生超転生縛り。それがもう、いやー、しゃあ、これじゃ人間謙虚が一番って昔しんちゃん言ってたわ。いや、嘘。いきます。逆だ。ゴエモン、頼む、ゴエモン。うわ、ゴエモンに会いたいな。ゴエモンに会いたいな。卒業シーズンだし、いや、これだよ、この落ち込み。ゴエモンに会いたいな。お願い、合わせて。卒業前に合わせて。お願い。会えたいや、もうこれで終わる今日。私話す内容ないよ。ねえ、どうしようかな。あとなんかあるあるあったっけ。あと、あ、コンテニューね。コンテニュー問題あるよね、確かに。パズアのコンテニューってなんだっけ、やめるときは聞かれんだっけ。ただコンテニューするときは聞かれないんだよね。コンテニューしますかで
はい押すとそのままコンティニューするんだよ。やめますかの時にやめますと押すと、本当にやめるのみたいな、そういうのが出るんだよね。だからコンティニューする時も本当にするのみたいに出してほしい。やったやっと出たわ。どうしよう、どうしよう、なんかもう私今日の動画満足だな。待ってね。あーどうしよう、あーそこ闇になったら行こうか。はい、ただこのパンチ何が強いかっていうと回復倍率があるんですよ。なんでこのパーティーに HP 倍率だったらマジで強かったね。多分 HP 倍率つくと思うんだよね。知らないけど。HP 倍率つくとマジで熱い。これ継承こんな感じだね。これ継承を、なんだっけこいつらたち。継承を、これ多分わかんないとこあると思うんだけど、ハーデスのわかります？この継承。お、これでも倒せると思う。この素敵消しでも。ほらね。いや火力はやっぱ出るかもしれない。今ので倒せるのはマジ熱い。 OK、 ここあいつ出る可能性があったんだよ。風魔小太郎、風魔小太郎出るとリダフレバインドされちゃって結構やばいんだよね。ただ大国さん、大国さんで遅延が通るんだよ、まあ、なんで風魔小太郎来てたら大国の遅延通してたね。うわこれいけるとすごい熱い。いやこれマジ HP 倍率あるとマジでトップクラスに強いかもしれない。いやトップクラスは持ったかもしれないけどマジであるかもしれない。どうしよう、いいところまで早送りしっていうかカットしようかな。いや今見て左上18時41分、これ固定で18時40分。たまにコメントで質問くんだけど、なんで時計動かないんですかって。なんか録画のアプリ上こうなっちゃうんだよね絶対。何時にとっても18時41分で、今違うあの時計見たら18時40分、リアル18時40分だった。今びっくりした、なんか運命感じた。18時41分と今私本当にリアル18時41分上の時空線上で生きてんだけど、どうしようこれ。ルシファーのスキルなんか溜まってんな。うわミッキーのマウスか、じゃあミッキーのスキルか。うわ泥鏡ないな、もう下手くそだ。火の泥鏡で、あミッキーだから火出したのか。一応ね闇にはこだわってないんだよ。そうだからインドラとかでも全然いいなっていう。いやミッキーこれいかないかな。お、まだ18時40分だ。え、あれこれ、今、日本動いてる？世界。あ、18時42分になりました、皆さん。どうしようかな。なんか、白ね、いいなと思って入れたんだけど、あんま強くないかも。あ、で、これ？これ、ハーデスがシンカリオンの、なんだっけな、名前。なんとかって武器で、相性が割といいんだよね。使っちゃおうか。そう、指延長待って、ハーデスも確か、いや、シンカリオンコラボすごくない？なんか来た時さ、なんか弱えなと思って、弱えっていうかなんか微妙かなと思ってたんだけど、なんか終わってみるとあるよね、そういう終わってみると強いコラボって。なんか割とその武器が、ま、マジで強い。武器がなんか他になくて普通に強いなと思って、わお。うわーもうダメだ、通常攻撃が耐えれない。一回チーリン降臨行くわ。すごいコンボが見たいね。やめろ照れるだろ。行きます、すごいコンボ見せて終わるわ今日。いやこれ勝って終わるわ。いや 9.75 秒もあんなら余裕じゃん。いや私ね、これね今日ねびっくりドンキー行くかすげえ悩んでたね。もうリアル4時間ぐらい悩んでたんだ今日。日曜日で昼時ぐらい悩んでたんだ、昼ぐらいで、昼日曜絶対混んでんなと思っていろいろ立って結局行ったね、びっくりドンキー。びっくりドンキーのね、これ実は極秘情報であんま言わないでほしいんだけど、オレンジジュース、なんか太陽のオレンジみたいなのあるんだよね。あれマジでうまい、あれちょっとマジうまいから飲んでほしいね。いや飲まなくてもいいけどすごい美味しい。なんかね他のオレンジジュースよりすげえ美味しいんだよね。しかも高いね、280円ぐらいするかな、それぐらいすると思う。だから結構なんかいいジュースなのか分かんないけど、うわこういうちょうどいいね、いい気持ち。そう、ヨミね、スキル変わったんだよ、知ってます？これ。何変わったか分かります？これ、5個生成になったんだよね、4個生成から。進化して。そう、情報修正じゃなくて変わったんだよ、スキルが、確か。だからまたスキル上げ必要で。OK。いや、このダンジョンちょうどいいわ。いや、でも、裏運命も多分、もうちょい編成やれば全然勝てるわ。ちょ、来年ぐらいリベンジしようかな。私、この来年ぐらいリベンジしようかなって、した試しがないからね、ちなみに。OK。おぉ、すげえ、指減らされてんのか？レイラン。で、ピックリドンキーって無難にうまいよね。なんかそこら辺のなんか、ちょっと高級なところで多分うまいと思う。
割と松木すげえ好きなんで、クオリティがめっちゃ高い。出た、肉まんしゃべれまへん。オッケー、ハグきた。いや、こっちの枠の方が上だね。うわーこれさ、次先生あったらやばいな。はい、いやボスね、無効貫通何個あんだろう。0000000、無効貫通誰もいねえ。うっしょー、どうしよう。多分リアル2コンボとかでいいんじゃない。リアル2、いや3にしとっか。あいつ属性あれだし、3コンボで抑えよう。うわ、これジャストな気がする。シューペディア信じます。